子はもう我々に未来は残されていません。過去をよろしく頼みます。私はコアと言います。2190年の未来から来ました。なんで時代も離れた何の関係性もない人間が集められてんの？しかも俺の家に。そこが一番重要なんです。日本の総理大臣が暗殺された後、世界的な核戦争が起こってしまいます。え、バタフライ効果？つまりは未来を変えることが目的。放射能って何ですか？後で見返して分かりやすいようにメモを取っても構わないかな。マロはマロが選びたき男を選ぶ。怖さの時代が滅んでしまうんですよ。風が吹けば桶屋が儲かるってことですね。マジで？たくみさん、手伝ってください。どういうこと？おやすみだ。ほら、コア頼むぜ。ちょっと君さん。なあコア、薮川さんの部屋。こっちです、走って。スパイカー。さんは地元で絶世の美女として有名です。すごいな、平安時代。ちょっと皆さん、あまり見ては失礼ですよ。